とっちゃんとけんなこのおさらがす今回は新商品の、あのエーコン、あのどんぐり型のテントがあると思うんだけど、それのエバードームと X ドーム、ちょっと両方ね今日は立ててどんな感じが違うのか比較しながらやっていきたいと思います。ちょっといつもテント立てるとき、2人じゃ、間違ってたり、あといろいろね、グラグラになっちゃうんで、今日はロゴショップのカリスマ店員のあかねちゃんに一緒にやってもらいたいと思います。お願いします。カリスマだから、カリスマ、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日は3人で一緒にテントを立てていきたいと思います。はい、ちゃんとけなこのおさらがす。収納形態がこんな感じで、ちょっと大きめになってるのがこれエバードームで、こっちが X ドーム、はい、X ドームから立てていきます。まずフレームを全部出して、はい、はい、出します。立てる前は必ず説明書を一旦、はい、必ず読みましょう。皆さん結構嬉しくて、うわーっと広げて、説明書を一切見ないと、はい、破損につながったりするので、はい、すません、必ず一通り、はい、チラッとでもいいので必ず見ます、はい、で、X ドームの場合はちょっと特徴的なテントで、このフライシートの間に紙が挟まってるんですけど、長期保管の時にはこの紙を取っておくと安心してあの保管できるので、できれば取っといていただいた方がいいかなと思います。でまず最初に使うのはこのフライシートですね、はい、最初に買った時にはこんな風に畳まれてるんですけど、一番最初に見つけてほしいのはこの緑のロープのついた三角の部分ですね、はい、もう一個反対側にも同じように緑のロープがついた部分、ここがありますね。4箇所を広げるんですけど、どちらが正面になるかっていうと、この広げた時にプレミアムのマーク、はい、このロゴ、はい、このロゴが入り口正面の方になります。この時にフレームを落とすところですね、スリーブの下の生地をちょっと持っていただいて、これをまず片方置きます。で反対側もスリーブのちょっと下の生地を持って広げる。それ入れやすくなるから。そうですね、このスリーブがしっかり出ていないと入れにくいので、これで4本フレームを通していきます。はい、じゃあまずはじめにこのセンターのメインフレームが、グレーが両端、ここがグレーだから、そうです、はい、でこの黒いのは、キャノピーポールで、細いのがパネルシステムのポールになるので、はい、この2つは手前でちょっとお休みします、はい、真ん中のこの角の部分が黒のものが、この真ん中両サイドに入ります。風で煽られたりもするので、左右に分かれて作業した方が安全性も確保できますので、そちらから通してもらって、はい、で私はこっちからこっち側に通します、はい、まずスリーブに親指を入れてフレームを通していきますね。こうすることで通しやすくなります。しっかりとカチッと音がするまでフレームを継ぎます、はい、で通すときにもし引っかかりがある場合は、反対側の人がちょっとお手伝いしてあげて、テントを立てるときにはフレームは絶対に引っ張ってはいけないので、引っ張ってしまうとスリーブの中でちょっとこういった隙間があって、このまま設営すると破損につながりますね。なので引かずに必ず押しながら扱います。はい、はい、でプレミアムのフレームはアルミとか、ジュラルミンでできてて、この継ぎ目に節がないのですごくスムーズに、初心者でも、はい、引っかからないので立てやすいです。エーコンの場合はフレームに必ずこの山があるので、山が止まったらで押しすぎてしまった時にはこちらからちょっと押しますね。でこの状態でフレームを開いて
両サイドクロスを作ります。今の状態だとこちらのフレームが両方上になっているので、これだとフレームの太さと長さが一緒なので立てられないです。なのでこのクロスは左右どちらでもいいので、反対、今どっちゃんが持っているフレームがこちら上になってますね。で今私が持っているフレームはどちらの方では上になってますね、はい、このまま設営できます、はい、次にこのスリーブの下の縫い目をどんどん辿っていくんですけど、これです、これを辿っていきます。辿っていきますね。辿っていくとこのベルトが出てきて、ペグ止めのループを引っ張って生地とベルトが向きが合ってるか確認します、はい、ピンが2種類あるんですけど、黒いフレームはこの大きな方のピンですね、こちらのピンに刺します。サポートベルトがついてる側とついてない側があるので、サポートベルトがある方を後から止めます、はい、なのでどっちゃん側から先に、はい、はい、じゃあ入れます。縫い目をたどってたどって、でベルトが、黒のベルトが出てきたら向きが合ってれば大きい方に、はい、でこちら側のフレームをまず通しますね。はい、しっかり引っ張ってもらって、はい、入れます。大丈夫、しっかりグッと、はい、そうです、これちょっと硬いので、はい、グッと入れてください、はい、しっかり入った、はい、うん、全然簡単に抜けない、はい、はい、そしたら反対側のフレームも通します。はい、はい、見つかりました。そして向き確認します、はい、OK です。そして大きい方を刺します、はい、覚えのいい子ね。いいでしょ、先生分かりやすい、グッド、OK、はい、はい、チャンネル登録よろしくね。どっちゃんはこのクロスの部分をちょっとサポートしながら立ち上げていきますね、はい、立ち上がってもらって、どっちゃん、おお、どっちゃん支えてるだけ、支えてます。こちら側は両手が自由になるように足で止めます。はっ、辿っていって、でちょっと風が強いとフラフラしちゃうと思うので、はい、でどっちかこっちに引っ張るので、引っ張られるように、はい、近づいてきてください。で向きを合わせて、ここのポイントはありますか？マットスカートとか引っ張ってしまうと、うん、破けてしまう可能性があるので、必ずこのスタンディングベルトの元のこことか、あとリングですね、うんうん、これを引っ張ります、はい、引っかかりがあってなかなか引っ張れないと思うので、うん、反対側の人が引っ張られたら引き寄せに合わせて近づいてきてくれるとフレームが刺しやすいです。で大きな方のフレームのピンを持って、うん、エコーのフレームはかなりテンションが高いので、こういった持ち方だと怪我の危険がありますね。なので必ず肘で抱えて、で上に上げて刺すだけ。わ、すごい。もう一本も押しますね。でこの時は必ずスリーブを持ってフレームを押す。でしっかりとスリーブが伸びきったところで反対側のピンを刺すんですけど、じゃあまた引っ張ります。ここちゃんと縫い目たどんないと間違えちゃいますね。そうですね、クロスになってるので間違わないように。私らだと絶対間違えてるね。どうやって立てたかも覚えてない。しっかりと引っ張ってからフレームを上げて刺します。グッと、はい、これでメインのセンターが立ち上がりますね。立った。でこの時にも風が強かったりフィールドだったら仮止めをします、うんうん、で今センターがずれてるんですけど、この時にセンターをしっかりとちょっとスライドさせて合わせて引っ張っていきます。後からセンターを合わせようと思っても身長が高いのと幅が遠くなってしまって絶対に合わないので、ここでしっかりと多少合わせたらサポートベルトを引っ張って生地がずれないようにある程度固定します、はい、次はこのグレーのフレームを通していきます。これも一緒ですね、継ぎながらスリーブ持ってで、そっと通していきます。で、絶対に引っ張らない。で、これも片方だけサポートベルトがついてるので、ついてない方から刺します。で、刺す位置はさっきのピンと同じ場所。じゃあここに通します。はい、はい、どっちはまあこちら側に
こう開くようにフレームがこう、そうですそうです。で同じところサポートベルトがついてるところに差し込む。はい、押しやすい。うん、そんなに力いらない。はいはい、 OK です。まだ言われてないよ、先生に言われてない。あ、クック全部止めちゃって大丈夫。わかりました。チャンネル登録よろしくね。で最後このサポートベルトもしっかりと調整して、あとはパネルシステムのこのフレームを通すんですけど、パネルシステムはロゴスの特徴で他のメーカーさんだって入り口のキャノピーって呼ばれる部分なんですけど、ここに2本のフレームを通すことによってパネル状になってすごく便利な使い方ができます。通常だったらこういうふうに布状なので自立もしないですし、ピランピランってなって、そうで一人でもし立てようと思ったら、うん、こんな感じで、これをフレームを入れることによって自立するので、ファスナーは開けるか閉めるかしっかりとどちらか、中途半端だとファスナー結構壊れる原因になるので、この辺まででフレーム通したりとかはしないようにしてください。完全に開けてれば結構立ったまま下から押しながら通すこともできるし、上からストンと落としてもらってもこれもどちらでも大丈夫です。このポケットに差し込むだけですね。はい、はい、OK です。じゃあお互いにフレームをちょっと押しつつ、はい、ポケットから抜けないように外側に湾曲させてグイッと、ここはマジックテープがついているのでマジックテープ外してもらって、横からこのスライドで入れられますね。これでペタッと止めたら完成。OK、はい、これだったら、片手で開け閉めしてもらってもさっきと違って一人で開け閉めも、はい、できます。はい、この付属のキャノピーポールをセットしてパネルシステムであれば自立できますね。ここにしっかりとロープで止めてより固定して、はい、一番オーソドックスで簡単なのは、うん、輪っかにすれば誰でもできる方法で、ちょっと長めのキュッと、お、長めがいいんだ。長めの方がいい。なんで長めがいいかっていうと、うん、このまず下に巻きつけて、でグロメットに通して上にも巻きつけれ る、はい、そうすると風が吹いた時も、うん、取れない、挟み込むようにした方が安定感があります。で対角線の延長上に引っ張ってもらってペグを落ちますね。はい、はい、45度ですか。そうです。ロープの角が45度が一番いいですね。ペグはロープに対して90度で打ち込みますね。はい、はい、で結構皆さんこうやって打っちゃうと、うん、この可動域が少なくて重たいハンマーなので、うん、手首に負担がかかります。なので振り上げがしっかりできるように後ろ側に回るか横向き、うんうん、もうおハンマーの重みだけですごいいけますね。特に力必要ないです。すごい。チャンネル登録よろしくね。インナーを取り付けるのにこのメッシュ、これもデビルブロックメッシュって言って、小さな虫とか強い日差し、あとは紫外線なんかも防ぐ、うんうんうん、でこれも綺麗にくるくるっと丸めてあげると、で、まあ、3等分ぐらいにするか半分にしたものをこう寄せてもらう、どっちでも大丈夫です。要は下が広がって台形なので、うん、下を小さく巻くと綺麗に、綺麗に巻けますか。1人でも綺麗に巻けます。でサイドがはみ出るようだから途中中に入れてみて、こんな感じで綺麗。やっぱこういうのがねピシッと綺麗に入れると気持ちよく、うん、気持ちいいサイトになりますね。はい、ペグを打ちますか。はい、ペグ打ちます。はい、風で煽られたら危険なので。はい、奥側の見分け方はこのロゴ、ロゴと網戸になる部分にも大きなメープルリーフ、はい、はい、で反対に後ろ側はメープルリーフがないので、はい、この端っこのバックルを持って、はい、フラシートのバックルに留めます。止めれそうかな。いける。対角線の延長上にだいぶ高いところになる。はい、でプラスチックのリングがあるのでそこに留めます。
でこの間にもあるので、入り口の手前はペグ止め、ウィンナーの取り付けが完了ですね。すごい、さっきと同じだね。復習だ。緑の紐あった。このまま広げれば大丈夫だね。はい、これはこのまま広げます。はい、このまま広げます。ノーカラーから入れます。はい、ノーカラーはこの白っぽいやつ、まっすぐなフレームから刺しますね。はい、センターのクロスになるフレームから立てます。はい、たどってさっき真ん中の白の方をビューってたどったらこれが出てきた。はい、こっちの方が大きいから今回はちっちゃい方、はい、刺します。はい、OK です。はい、リッチフレームなんか先端がねピヨってなってる。はい、これをこの屋根の上に止めます。ちょっと湾曲させて、はい、OK です。そしたらこのフックも止めちゃいます。はい、はい、スリーブとフレーム持ってまず立ち上がる。今これ地面に吸い付いた状態が一番負荷がかかるので、そうそう、空気がちょっと入るように、空気入れ、持ち上げてます。ふんわりした。よっ、よいしょ、それで、でちょっと風があるのでこの時ももう仮止めか、場所が決まればもう本止めしちゃいます。はい、ベルトは最後、はい、クロスフレームが通ってから。次グレーで、グレーはクロスフレームの上で、上、はい、グレーがありました。これ後ろだからグレーのところに刺します。はい、 OK です。はい、そしたら最後この黒、黒発見。これも上でいいですか。上でいいです。はい、はい、こっちも完成。はい、完成です。これでペグ止めをまずしちゃいますね。これ中もインナーも入れる。はい、ロゴ、こっち。インナーは右も左もどっちでもつけれるんだよね。そうなんです。はい、今日は入って右側にインナーつけます。立ちました。あかねちゃんのおかげでかなり大きい。大きい。このフレームがどんぐりみたいな形、うん、この綺麗な曲線、うん、綺麗なだけじゃなくって、うん、強度もあるので耐風性にも優れてます、ね。なるほど。でこのこんがりがあることによって、うん、風を取り入れることができるエアインレッドルーフっていうのがついてます。でこっちはエバードームで、うん、かなり広い。もうリビングスペースがすごく広々。じゃあここでみんなでチェアとかテーブル置いて、持った家族ぐらい余裕で、うん、行けますね。寝室は一応これ大人で4人おお寝れる、寝れる。で取り外したら3家族4家族ぐらい、うん、確かに使える。でこのエアインレッドルームっていうのがエコのとんがりを利用してこの上の部分、明るい、ここから風を取り込むことができるので効果的に風が入ってきます、うん、ここももちろんデビルブロックメッシュになってるので紫外線も防げます。ちっちゃな虫も入ってこないね、入ってこない。雨の日でもここはベンチレーションが開けておけます。チャンネル登録よろしくね。こっちの方が推し。こっちは直営店では一押し、一押し。出入り口の高さは低いんですけどちょっと入ってもらった時の洞窟感とか中の高さ、おお、感じると思います。で一番の目玉、明るい天窓がついてるので、うん、青空も直接、あとはちょっと寒い日なんかは開けておくだけで直射日光で中、あーなるほど。で夜はもっとお楽しみの何楽しめます。素晴らしい。あとは、これ自体取り外しができるので、うん、まあ、ここから自撮り棒とかで面白い角度で写真が、すごい撮れたり、まあ、子供さん肩車して、うんうん、そんな楽しみ、楽しそう、できる店
すごい。でここもエアインレットルーフがついてるので風をしっかり取り込んでもらうことができます。うん、さっきまでムンムンしてた室内がちょっと循環した。開けるだけで、うん、スッとすがすがしい空気が入ります。すごい。ここもベンチレーションになってる。ベンチレーションだらけですね。そうですね。結露しにくい。あとは寝室ももちろん露出の特許の C 型ドアになって、うん、今 C 型上下同時に開けてて空気の循環作り出すことができる。寝室は4人寝れます。さっきとじゃあ寝室の大きさは一緒。一緒。リビングの大きさが違う。リビングの大きさがちょっとこっちは家族で楽しめる、うん、これは本当に小さな子供さんとか、うん、結構テンション上がってる。確かにこんなん欲しいってなるかも。手にないから、うん、とこの天窓付きっていうのは絶対楽しめますね。コマートが昇降式になってるのでアトスカートがない方がいいよっていう時はくるくる巻いてここを止めてちょっと夏場仕様にしたいなっていう時年中使えるね。年中使えます。いつもよりこれが長い。通常はこの紐がついてないので、うん、紐を取り付けて、うん、これはテントに取ったら命綱なので、うん、突風とか、うん、とかそっか、ロープ張ることによって、うん、テントに張りが出ると綺麗に見える、うん、綺麗に見えるだけじゃなくて台風性が高くもちろん綺麗に見える絶対の安全性を確保できるので、はい、ロープは全部取ります、うん、特にここはロープがこういった感じでもともと取り付けてあるところは忘れないと思うんですけど、うん、ここは必ず取り付けて止める。付属されてます、はい、ロープも。インナーテントの畳み方です。ちょっとこのね空気の逃がし道を作る。最初に下を取るんじゃなくてフックを取るらしいです。 C 型ドアとかちゃんと直さないとダメだね。だいたい生地のトップ、はい、ここはトップなのあるかな。このトップの部分をどっちゃんが軽く引っ張ってもらって、はい、でこの時点で綺麗に伸ばします。でその後にさっき引っ張ってもらったところ私が引っ張るとペグが打ってあるのでこうやってピッと引っ張ると入り口が綺麗、空気の逃げ道がここなのでそれに向かってペグ直してもらったら畳んでいきます。ここで畳んじゃうんだね。そうです。でここで畳んでもらってでさらにもう一回行こうかな。これで綺麗にインナーがめっちゃ綺麗、はい、サポートベルトを最大限緩めます、はい、でそしたらこちら側を私がフレームを外して倒すので、うん、キャナコはここに足をかけてここ、はい、はい、足をかけます、はい、で、これを引き寄せる、はい、でここを持てる持てる、はい、で私がいいよって言ったら後ろに倒してください。じゃあ抜きますね。はい、はい、倒してください。はい、はい、でそしたらフレーム全部抜くんですけどテンションが高いのでお腹で若干サポートできればお互いに同じフレームを抜くとテンションが外れるので抜けますかね。片方が押して片方が引っ張る、その方が早く作業できます。生地を畳むときはまずこの真ん中を揃えていくんですけど山が4つ全部であるので、うん、センターが合うように持ってもらって整えますね。バサッとメッシュを全部中に直したいのでこれをきれいに1個ずつ
折っていきます。でちょっと昇降式のマットスカートとか上がってたら下ろしてもらって、こうすることでメッシュが全部中に入りますね。一旦一番下まで行ってもらって、一番下のこのペグのところから次のペグ止めを折り返す、もう一つ折り返す、で最後ここも折り返すと、これでメッシュが全部、はい。であとは収納バッグの大きさに合わせてこれを折っていくので、はい、折ります。でここも折ります。でもし収納バッグがないときはだいたいこの一節の長さに合わせると収納バッグに入る長さになっているので、これで半分ぐらい、こうするとメッシュがきれいに隠れて、きれい、しかも立てる時も分かりやすい。確かに、インナーに重ねて、はい、はい、インナーのフロアシートが一番生地が丈夫なので重ねますね。なるほど。でこのまま畳んでいくとフライシートがはみ出てしまうので、先にフライシートを段差ができるように、へー、この状態、はい、合わせない方が、もちろん、インナーが大きな時には合わせてもらって大丈夫です。で通常はグランドシートが敷いてあると思うので、グランドシートの上でこれをやってもらうと芝生とか砂利とかつかずに綺麗に巻けますね。で膝乗せながら両サイド、できるだけ両サイドを沿っていくと綺麗に。で今回はすぐ立てるので、もう紙は挟まずにそのまま収納しちゃいます。でこれをちょっと立ててもらって、はい、上から、おお、余裕があるやん。ポリだ。ちょっとひっくり返すと、ちょっとあるかな。はい。畳み方とかコメントでも分かんないって人がいたので、ね、完璧じゃん。これはすごいためになる動画です。よかった。チャンネル登録よろしくね。はい、そっちは巻き上手、イエーイ、めっちゃいいんじゃない、もうスカスカだよ、ほらすごい、チュルンチュルン、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。勉強になりました。いや本当にオソロゴスでめちゃめちゃ珍しく、多分本当にためになる動画初めてかも。初めて、シャープ200近くいるって初めて、もうすごいためになる動画なんで、もう全部見てほしいなと思います。お店でもね、うん、あのスタッフさんに、ね、ショップだったら、うん、あのいつでもちょっと立ててみたいとかいうテントがあれば、うん、こうやってお客さんと一緒にやれるので、すごい、めっちゃありがたい、うん、めっちゃいい、勉強になる。でも絶対にやりたいという人はもうお電話いただいて予約いただけると、こちらも準備ができるのでありがたいです。そう、スタッフさんもそう、あかねちゃんのトレーニング研修でみんながこれぐらいできるから、誰に言っても立ててもらえる、頼もしい、そう、頼もしいの、スタッフさんはみんななんで、ぜひ皆さん購入するときはロゴスショップに行ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。